A 段500系電車、A 段500系電車、A 段500型電車は、1957年、昭和32年から1996年、平成8年まで低都高速度交通 A 段、現、東京地下鉄、東京メトロ丸の内線に在籍していた、通勤系電車。本港では同線に在籍した、A 段300系電車、A 段400系電車。 A 団900系電車についても記述する。1954年、昭和29年の丸の内線、池袋お茶の水館開業に際して1953年、昭和28年に落成した、両運転台構造車。車両長18メートルの車体に片側3つの、両開き式の客用扉を持ち、ドア間に5枚、内戸袋窓2枚、車端部に2枚。 内と袋窓1枚の天地が大きめ、開閉窓で1メートルの窓が配される。幅は2800ミ、mm、リメートルで、銀座線の16メートル級2600ミ、mm、リメートルと、比べ一回り大きくなっている。汽車製造、日本車両製造、近畿車両、川崎車両で一挙に製造された。開発にあたっては、外観デザインや細部の衣装。 スポッティング機構を備え加速時の衝動の少ないシーケンスドラム、順路開閉器による ABS 単位スイッチ式多段制御機、低電圧高低角回転数仕様で軽量のモーターと軌道破壊の少ない WN ドライブを組み合わせた駆動システム、ブレーキハンドルの回転角に応じたブレーキ力が得られるセルフラップ式ブレーキ操作弁採用で操作を容易化し、さらに締め切り電磁弁、 ロックアウトバルブ、ロブなどの補助機構を併用することで、電気制動との同期、連携動作をスムーズに実現可能とする済み、電磁直通ブレーキシステムと、主要機器の原型をアメリカニューヨーク市地下鉄に求めた。ニューヨーク市地下鉄では、両開き扉などの当時日本では珍しかった装備を、持つ BMT スタンダードと称する一軍を、1914年以降、これを進化させた。 試営合併後の標準車 R1R9 の各形式を1930年以降に算していた。これらは、長大な編成での運転に対応するために、U ブレーキを採用するなど、先進的な機構を備え、さらに1948年製の R12 系以降は、ウエスティングハウスエレクトリック車 WH 開発による WN ドライブ ABS 制御機、 それに隅ブレーキを備えた全世代とは一線を画する高性能者となった。このグループは、その後、特に IRT と呼ばれる規格の小さい区間における保有の大半を占めるほどの大量生産が行われ、後年ブレーキ名に由来する隅という名称が同志高性能者の代名詞となっていた。一般には1970年代のスプレー画によって、 車体全体を覆い尽くすグラフティ、落書きや末期の赤茶色塗装から名付けられたレッドバードの愛称で知られるグループである。300型はこれら戦前から戦後にかけてニューヨーク市で設計された各形式の利点を総合的に主捨選択の上で取り入れ、車体デザインは複数形式を参考にあらゆる角度から日本的に馴染む要適宜アレンジを加え、 一方、電気品やブレーキなどは基本的に WH 社の高性能車システムを三菱電機にライセンス契約を結ばせた上で製造させて採用する方針になった。そこで A 団ではライセンス契約の締結後、1953年に WH 社から本方式の電気品一式をサンプルとして1セット輸入した。 第二次世界大戦の期間を挟んで文献資料を通じて、ばくかのアメリカ電鉄道技術についての情報は、日本側に伝わってはいたが、輸入され梱包を解かれたそれらの機器類を初めて実験した際、日本の技術者たちは、どの機器が何のために使われるものなのかさえ、検討がつかなほど隔絶した、それらの機器のあまりに先進的な機構に、大きな衝撃を受けたという。だが、 衝撃から立ち直った技術者たちは WH 社側との質疑応答とそれらサンプルの徹底的な分析を通じて新しい機構に対する理解を進めた。そして1953年中には WH 社純正のサンプル品と同等の動作を期待できる機器の試作品が完成した。そこで A 段は 1400K2 両を新造してそれらのデッドコピー品を取り付け銀座線で 試験運転を開始した。この試験は、初期トラブルはあったものの、概ね成功を収め、本形式の実用化に大きく寄与した。なお、試験の終了後、試作機器を取り外された1400型は、営業運転に投入するにあたって、銀座センタ式と同様の吊りかけ式駆動を、BF 制御、M3 動弁による、M 自動空気ブレーキによる、在来方式の機器を、 申請の上で搭載しており、外された主要機器は後に本形式の309.310に転用されている。以上のような経緯で、本形式の量産にあたっては全て三菱電機により伝送品が製造された。全形式並列可能な同一性能が求められたことから、以後900型に至るまで伝送品は同じものを踏襲しいる。登場当時は、 京阪電気鉄道1800系、東武鉄道も、は5720系、東京都交通局、都元5500系、大阪市電3000型に続く日本で5番目のカルダン駆動車であった。走行性能は軌動加速度時速 3.2km、S、乗用減速度時速 4.0km、S、営業最高速度時速 65km とされている。 運転台のマスコンハンドルは、跳ね上げデッドマン式で、これは、以後東西専用の5000系まで受け継がれている。主電動機は三菱電機メガバイト -1447A、B、C、出力7 5ット、1時間定格回転数 1200rpm、端子電圧 300V、電流 280A、最弱目開示率50%、質量8 0 0ラム。 最高許容回転数 4000rpm、最大許容加電圧 750V であり、連続定格回転数は 1250rpm、端子電圧 300V、電流250エージである。設計当時の日本の高速電気鉄道において、一般的な、吊り掛け、式電動機では、1時間定格回転数が800から 1000rpm が主流であり、また、 丸の内線と同じ第3機乗方式 600V 電圧の銀座線の既存車、一両に個モーター車は、端子電圧が給電レールと同じ 600V だった。本形式設計にあたり輸入された WH 車による無双角度を前提とした低電圧高速回転仕様の電動機は、その軽量さや整流支部の設計、電動機を発電機として、 ブレーキ力に変換する発電ブレーキへの適化、それに誘導分路方式により50%の弱め回示率を可能とする機構などを含め、三菱電機のみならず当時の日本の電鉄技術者たちに大きな衝撃を与えた。なお、駆動装置は前述の通り、WN ドライブで高速回転仕様の電動機で低い定格速度、高加速度を実現するため、 歯車比は123、17、7.235と吊り掛け駆動車と比較してかなり大きく設定されている。主制御機の制御段数は立行が直列8段、並列5段、弱め回、15段、発電制度が18段で乗客数に応じて加減速性能を自動調整する大加重装置、可変加重機構とスポッティング機構を備える。本形式以後に 日本の各社が開発した高性能車と比較した場合、一見制御段数が少なく思えるが、定格速度が時速 26km と非常に低いため、これでも加減速は滑らかであった。銀座線在来車と異なり、フライホイールのついた補助電源装置を搭載、セクションでの瞬間停電はなくなった。ただし、車内の非常灯は点灯する。車体は不燃化のために、 全金属製とされ、全体的に丸みが持たせられた。市営構えのものを除けば武骨な折り妻ばかりで、構成者は最後まで一部リベット組み立ての残ったニューヨーク市に比べ、全面の衣装をはじめ、車体の造作より繊細な仕上がりと言える。当然リベットなどなく全溶接組み立てである。全面は窓3枚で、中央に貫通扉があるという、当時としては、 オーソドックスな形状であった。しかし、全小刀と尾刀をセットにして倉庫に2セット設置した点、中央上部に設けられた行き先表示器の両側に、種別刀を備える点は、外観上の大きな特徴ある。種別刀は行き先を示すもので、お茶の水行きは緑茶をイメージした黄緑色に、池袋行きは池の水をイメージした水色に点灯するユニークなものであった。 その後の路線延長で意味をなさなくなったため、早々に転倒は廃止されている。また、本形式では換気、送風装置として、ファンデリアが採用された。これに伴い通常の屋根の上に、この機能を格納する薄い風道部がベッド乗せられた二重屋根構造となっている。四百系以降では、通常の屋根に風道が内蔵されるようになって、形状が大きく変化したため、この二重屋根は、 外観上、本形式を識別するポイントとなっている。塗装は、時の英断総裁が、日本国外視察の際に入手した、米国のタバコ、ベンソンヘッジスの箱デザインと、ロンドンバスの赤をモチーフにして、赤字に白帯塗装、さらに白帯に、ステンレスのサインカーブ状の曲線を配していた。当時の鉄道車両は地味な塗装が多かっただけあって、 斬新なものとして注目された。車体や電気品の原型をニューヨークに求めたのに対し、台車に関してはニューヨークとは共通性がなく、この当時の新型台車の一つである、住友金属工業 FS301 が採用された。当初は炭鉱から3両編成程度で使用されたが、6両化される頃には中間に連結され、先頭に出ることはなくなっていた。 そのため、行き先表示器が埋め込まれたり、全面貫通扉が撤去された車両も存在していた。また、後年になって、軸重課題などの理由から台車が、住友金属工業 FS349 に、換装され、さらに後年の更新時に、リコ式釣り店が普通の釣り革に、戸袋部分しかなかった荷棚が、側窓全体上に、 側面客用ドアが窓ガラス面積の小さいものに簡易型貫通板から通常の貫通ホロにそれぞれ交換されている。301から330の合計30両が在籍したが後継の例2系の登場、増備に伴い、本線からは1995年、平成7年2月28日に営業運転を終了した。また、分岐線、通称、型、 南町支線からも1996年、平成8年7月に唯一残存していた、中間改造車304号車をもって、営業運転を終了し、形式消滅となった。廃車後、301号が、営団に、319号が、民間に売却され、それぞれ生体保存されている。301号は台車を原型である FS301 に戻され、一度、 中野工場で保存、行動から見える位置に展示された後、2002年11月21日に、地下鉄博物館に、陸層、2003年6月のリニューアルオープン時から1000、軽10001号車と並べて展示されている。ただし、1001号車のような原型復元は行われず、床下機器と色は黒に戻されたが、客用ドアはステンレス製小窓、ただし、室内壁面と、 同一色が塗装されているで、前面は、ホロワーク付き、吊り革は、リコ式ではなく現行のものであるなど、最末期の形態のままとなっている。前日の通り、中間車専用として使用されるようになっていたため、定員数の増加を狙い、1982年に、状態が良い12両が完全な中間車に改造された。改造内容は、運転台の撤去。 乗務員室扉及び全面器具の撤去、整備、撤去後に座席設置、戸袋窓の埋め込み、内装のリニューアル、屋根整備などで400系消滅後も運用を続けた。車両番号は以下の通り。1956年昭和31年に300系の造備車として登場した。製造メーカーは300系の4社に、東急車両製造が加わった。 換気ダクトを、モニタ、二重屋根方式から、シングルルーフ構造の屋根建部への設置変更したため、外観が異なっている。38両が製造されたが、車両番号は431から468と当時の銀座線車両での慣例を、丸の内線でも適用し、下2桁が300系の続番とされている。本形式は三百型と比べて大幅な軽量化が、 はられ、地上40トン35トン、台車は、フランスアルストム系の設計をベースにした、住友金属工業製リンク式 FS309、川崎車両製軸量式の OK-16、OK、スイスシュリー連携の近畿車両製円筒案内式、KD21 と多彩であった。とりわけ、FS309 に用いられた、アルストム系のリンク式軸箱指示装置を持つ台車は、 その後丸の内線のみならず、銀座線、日比谷線用としても多く製造され、長く使用された。ただし、同系のアルストム台車を大量導入した小田急電鉄や名古屋鉄道などで採用されたものは、軸バネがイルバネ1本で軸箱直上に位置しているのに対し、英断のものはコイルバネ2本で軸箱から張り出した先に取り付けられている。 大車枠の天地寸法抑制のためと思われる。なお、輸入された WH 社製伝送品は444に転用されたが、後年国産品に交換され、制御機や手電動機など一部は中野の研修所にて教材用として活用された。その後の経緯は300型に準じるが、中間改造車は一両もなく1991年までに全車が廃車された。 廃車後に437.440444.451454.456459.461464の給料を民間へ売却。440の西部池袋線物資駅付近の幼稚園444の埼玉県川越市内の個人宅454の千葉県い住み市のポッポの丘をはじめ全社生態保存されていたが、 2014年現在では451.459が解体された。1957年、昭和32年に400系のゾ備車として登場した。本形式では400系の5社に、日立製作所と帝国車両工業が製造に加わった。すでに炭鉱運転に対応させる必要がなくなっていたため、それまでの両運転台構造をやめて、 変運転台構造となり、運転台がない側は、切り妻構造とされ、側面は乗務員扉に代わって二段窓が二枚並ぶ。登場時は、貫通扉は非常用通路とされ、渡り板と簡易な保護装置があるだけで貫通ホロはなかったが、後年には貫通ホロが整備されている。奇数車が、おぎくぼ向き、偶数車が、池袋向きとされ、両者は、機器の装備位置が、 左右対称である。車両番号はやはり下2桁が400系の続番になっているため、第1号車は569号であった。1964年、昭和39年までの7年間にわたって増備され、車両番号は最終的に802番に達したが、通常は区別なく500型と呼ばれる。増備期間が長かったため、途中で各部に変更が見られる。 特に645号以降は、行き先表示器左右の標識等がなくなり、印象が変わった。当初から569から570のように、奇数車と数字が一大きい偶数車で、電動車ユニットを組んでおり、6両固定編成化後は、基本的に500系ユニットを3本、または500系ユニットの間に300系、400系、900系のズレかの形式を挟んだものを2本。 蘇生して運用された。ただし801から802のユニットは予備車として扱われ、車庫内に留置されていることも多かった。以下は例外的な編成の一例である。その後、先頭に出る車両は、運転台の危機器増加や更新に伴い、乗務員室助手席部の折りたたみ機構が廃止されると、共に室内職が単力職へ変更され、前面窓は H5 視自家された。 中間に入った車両では、貫通ホロの取り付けと運転台撤去が施行されたが、300型と違い撤去部への座席設置はされず、また未試行車も存在していた。ちなみに、先頭車は主に600番台以降の車両のみとされ、500番、台車は大半が中間に連結された。801ユニットについては全面にホロを取り付け、編成の任意の位置に蘇生できるようになっていた。 更新工事の際に、側面はアルミサッシ化され、一部の先頭車では、左前面窓も、サッシ窓に改造された。ただ802号では、右側は、原型のままであったなど、窓の形態はまちまちであった。末期になると、営業運転を離脱していく300系未更新車から、500系初期車までの欠車を補うため、後期軽車両の間で盛んに編成外が行われ、 上に示した法則も崩れていった。一例として、最後まで残り、1995年2月の池袋小木久保間のさよなら運転に使用された編成を以下に示す。廃車後、民間に664号が売却され、東京から遠く離れた宮崎県日光市駅付近で生体保存されている。また、 これとは別に652号と685号が1992年、平成4年に、英団50周年記念事業として、無償できされた。652号は、八王子市子ども科学館、685号は、東京交通短期大学に、生体保存されている。なお、映画、007は二度死ぬにおいて、特別移動車両として500型が登場している。 1965年、昭和40年に登場した形式。この頃になると、もはや単行や二両編成はなく運転台付き車両は、十分に数が足りていたために、輸送力重視の中間車となった。また500型が増備を、重ね802号まで達していたため、車両番号の複雑化を避けるために第1号車が901号となった。第1陣は、 1965年に編成の6両化を進行させるために6両が製造された。一部の機器類を車端部の箱の中に収めた以外は500型に準じていた。後年の車体更新に際し900系の第二陣にできる限り合わせるよう500系の更新とは異なるにされ、室内の番号表記が表面にアクリルを被せたプレートとなった。第二陣は 1969年、昭和44年に、運転間隔の短縮のために907から918の12両が製造された。これが、最後の赤い電車である。製造当初から、アルミニウム合金製の小窓型側面、ドア、アルミ差し窓、ただし車外側は塗装。同時期の銀座線 1500N 型と同様、内壁材にアルミでコラゲ商板。 通常形の釣り革、は、金属製荷棚などを装備し、これは後に他社にも普及していった。また内装も一部変更されており、室内の番号表記もプレート式となった。後年の車体更新で、化粧板の交換、無塗装のアルミサッシとなった。900型は1994年に全廃したが、廃車後大半の車両は、メトロビアス SA 社に売却された。詳細は、 廃車後の活用を参照。これらの車両が出揃ったところで、500系の戦闘使用者に対しては1973年から、乗務員室の整備、車内内装のサーモンピンク色塗装後半からピンク、色系、塗装時代より、赤みは抑制されているデコ化粧板への交換と、行き先表示器の電動化、前面窓のエッジゴム指示化、ワイパーの電動化、側窓のアルミ差し化、 客用扉のステンレス製小窓化といった更新工事が行われた。また、電動発電機 MGE の交換もこの頃から実施された。この工事は中野工場と中野工場小石川文庁、現小石川 CR で施行された。その他変速パターンの編成も存在した。1985年頃になると銀座専用の新車 HK の影響から化粧板の色を 白色系か、床下の色が大理石調、グリーンベース化される。また、換気ルーバーも、鉄製から、FRP 製へと交換している。1988年、丸の内線に918号車以来久々の、新系列電車である例2系の投入が開始されると、未更新の300系、400型を中心に廃車が発生し、 先頭に連結されていた500型型編成の中間に組み込まれようになり、編成間の車両移動も行われたため更新工事は取り留めとなった。この頃から当時の日本国有鉄道、国鉄の車両で見られる号車番号表記シール、小木久保、中野富士見町方の先頭車が1号車が重複されるようになり、2.4号車、 または3.5号車の位置に連結されてた300系、400系の置き換えで、初期、中期更新車が組み込まれることが多くなった。このため、小木久保、池袋方の先頭車両には、基本的に、中、後期更新車が充当されるようになると、初期更新車は編成の間に蘇生されることとなった。また、検査予備車だった801から802号車もやがては、 編成の中間に連結されることが多くなっていった。ただしこの2両はその後も、戦闘運用可能なように整備されており、全面運転台側構成冊子で車掌側2段窓、手動ワイパーで折りたたみ可能な乗務員室仕切り、かつ802号車には、貫通ホロが設置されるという中間封じ込め車に、準ずる体裁でありながら、時折編成戦闘に立って運用されていた。 1993年、型、南町支線で運用されていた2000型が離脱したため、代替として500型や、中間改造された300型などが3両編成となって、方南町支線へ移動した。1995年2月に本線口の運用が終了すると、廃車されたグループは先に、アルゼンチンブエノスアイレスへ渡った。 残った車両は三両へ減車されて、片、南町支線へと移動するが、翌1九十六年七月に零二系八十番台へ交代して全車廃車となった。これにより、丸の内線車両の冷房化が完了している。以下二千九百九十三年七月から九百九十六年七月まで、片、南町支線で運用した本グループ最後の六編成十八両の、 編成陣容を記す。1995年夏に、池袋駅構内の分岐器交換工事のために、新大塚三容型二館で、単線運転を実施したが、現用の例 2K では固定編成のため、単編成には、できないことからここでも500型を使用し、83、編成のうち719を抜いた二両編成で、運用された。この際、行き先表示器やステッカーは、 手作りの信号塚つかみ大型にと表記された。当時の英談では原則としてドア上部の天井隅に路線図を掲出していた。しかし丸の内線は車内広告の需要が多いために1983年頃から客用ドアの上部にアクリル板の路線図を設置した。ただし3 0型は構造上広告枠を配置することが不可能で従来通り天井隅に 紙の広告を用いていた。1996年5月28日に西新宿駅が開業したが、この時500型はすでに本線から撤退、分岐線で残っていた車両も同年7月で運用終了することもあり、路線図を交換しないまま、新宿と中野坂上の間に西新宿のステッカーを重布して対応した。前日の通り、 1> 計1 4両の車両が日本国内で生体保存されている。状態は様々で、中には腐食が相当進行している車両もある。最初に売却された6両はサンプルとして454号車を三越日本橋本店入り口前に持ち込み、展示販売された。乗用車の販売さながらの手法は世間の注目を集め、マスコミにもデパートで 地下鉄電車を販売、価格は40万円などの見出しで大きく取り上げられた。その後454号車は、肘幼稚園が購入し、幼稚園改築工事のため、2012年8月に、千葉県いすみ市のいすみポッポの丘へ移動された。この時期は、バブル期であったこともあるが、当時三越で一番大きい商品であったため、購入希望者が殺到し、抽選となった。 実はこの時は廃車になった6両4本の24両前車が売却候補に上がってたが売れる見込みがないとして売却予定を6両に止め残りの18両は早々と解体しており実際の購入希望者の多さに営団の担当者が解体してしまったことを後悔したというエピソードも残されいる販売価格は1両40万円、車体のみ25万円で 鉄道車両としては破格の安さであった。ちなみに本形式の心臓価格はこの当時の価格に換算して1億円近いと言われる。最後まで残っていた131両はアルゼンチンブエノスアイレスのメトロビアス SA 社に売却され地下鉄 B 線で使用されている。同線の規格より車体幅が狭いため車体全長にわたるステップが設置されていること。 大写真皿などがかさ上げされているなどの他は、A 団時代の携帯のまま使用されているが、これは唯一の第三機乗線である B 線の規格が丸の内線と似ていたことが大きい。上渡にあたり、A 団のスタッフがメトロビアス SA 社員に整備、運転の教育を徹底、とりわけ故障発生後の事後保守に頼っていたものを定期的な検査で故障の目を事前に 適予防保守へと転換を行い、以後故障発生率が著しく下がったという。また、斬新な塗装は、現地でも好評なようで、他の車両が標準色とも言える、キベースの塗装である中、本形式のみが、しばらくの間塗装変更されずに、B 線前のラインカラーの方を赤色に変更することで、応応している。しかし2000年代には、心ないものによって落書きされる被害が出始め、 その中には、片側全面に、本来の車体の色と、全く異なる色、黒や白、または灰色などを用いた落書きをされてしまった車両も、ある。そうした影響もあったのか、2011年頃から500、型も黄色ベースの標準色に塗り替えられた。なお制限波のステンレス板は取り付けられたまま黒い、塗料で塗りつぶされた。車両の内訳は、以下の通りである。 2015年頃からは老朽化による故障多発を理由にマドリード地下鉄からの中古電車を追加導入し運用離脱、廃車が開始された。2016年現在で30両廃車されている。太し数字は現地においても廃車された車両。その他、400系1両、453が車両火災燃焼実験に使用された。なお、 本形式の開発にあたっての母体となったニューヨーク市都市交通局から廃車になった編成を一方に譲り受け、同志地下鉄で胴体保存する意向があったものの、打診があった時点で残存していた全車がすでに勝者を通じてブエノスアイレス氏向きに抑えられており、実現に至らなかったというエピソードがある。映画ブラッドザラストヴァンパイア実写版では、 東京の1960年代の A 断地下鉄のシーンとして登場する。ブエノスアイレスにおいても廃車になった車両は、現地において、現地価格12万アルゼンチンペソで売却先を募っており、売却された車両がアルゼンチン国内でフードコートとして再活用されている。二千十四年頃より、東京メトロでは前日のマドリードからの中古車両の導入により、 現地において、元丸の内戦車両の淘汰が開始されるという報告を受けて、先に長野電鉄から里帰りを果たした3000系と、同様に、統計列においても、技術伝承としての教材とするべく、すでに地下鉄博物館において保存されている300、計301号とは異なり、走行できる状態での統計列の保存を目指す。こととし、現地で運用されている。 統計列の買い戻しに向けて、メトロビアス SA 社との交渉を開始した。東京メトロでは、今回の里帰りの理由を、現在の電車の基礎となった価値のある形式で、現在の電車とほぼ同等の性能で走ることができ、電子機器が多い現在の電車と比べて構造がシンプル。走る止まるという電車の基礎を学ぶ、社員教育の教材に適している。と述べている。 2016年2月にアルゼンチンでのサイトにおいて現地で廃車になった500系の4両7717億3458万4752については東京へ里帰りさせるため現地での売却は行わないと報じられた翌3月には日本においても東京メトロが現地で走行中の4両を買い戻す方向で交渉中であると報じられ 東京メトロでも交渉中であることを認めた。そして7月11日、前述の4両は、航路で大国府島に到着し、21.22日の未明に、それぞれ2両ずつが中野県尺に搬入された。4両という複数両の買い戻しとなった理由として、東京メトロでは、生体保ではなく、教育用として、実際に電気を流して電車が動くような状態に、 整備するため、としている。また前述の通り、500型は644号までと645号以降では、行き先表示器左右の標識等の有無という意が存在するため、その両方を揃えるという目的もある。英断時代末期の方、南町支線での運用時と同様の3両編成、771号、アルゼンチン使用マイナス734。 引退時使用をマイナス584号、デビュー時使用を増せ、残り1両、752号は予備車となる。海外へ譲渡された車両が日本に戻るという、極めて珍しい例であり、東京メトロでは初めてのケースとなる。この4両のうちの3両は、2017年11月27日に、報道陣に公開され、同年12月10日の中野車両基地で行う地下鉄。 開業90周年の行事で動体保存の状態で公開される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。